はい、信太郎です。今日はシュタインズゲートゼロをやっていきます。で、僕自身このアドベンチャーゲームっていうんですかね、ちょっとこういうタイプのゲームをやったことがなくて今日が初めてってなります。で、今回ゲーム実況っていう形でやらせてもらうんですけど、ゲーム実況自体もちょっと初めてで、ちょっと初めて尽くしで至らぬ点があると思いますが、最後まで見ていただければと思います。で、このシュタインズゲートゼロなんですけど、まあ、前作が、まあ、かなりいいゲームだったということで、その続編って形になりますね。僕自身その前のゲームはやってはないんですけど、まあ、アニメをもう4、5回は見てるかなっていうぐらいちょっと好きな作品です。で、まあ、アニメの方は、まあ、最後に今出てるこの女の子クリスを、ヒロインのクリスを最後助けて終わるんですけど、まあ、今回のコンシュタインズゲートゼロはクリスを助けられなかった世界線のお話ということらしいです。ちょっと僕も事前知識はこのぐらいしか入れてないんですけど、ちょうど今アニメをやってるんですけど、まあそれはもうあえて見ずにこっちをやっていこうかなっていうことでやっていきます。で、ちょっとヘルプを見てみよう。2010年11月、ベータ世界線。これは岡部倫太郎が1月28日に牧瀬クリスを救うことを諦めてしまった後の物語。そうなんですけど、これどこからなんでしょうね。その直後から始まるのか、まただいぶ未来に行っての話なのかっていうところですよね。岡部はクリスへの思いもタイムマシンへの情熱も封じ込め、ラボへもほとんど足を運ばず、ごく普通の大学生活を送るようになっていた。そんなある時、大学のセミナーで、ヒア城真帆という新キャラですね。彼女はクリスと同じ、ビクトル・コンドリア大学脳科学研究所の研究員で、講演を行うレス記念教授の助手として来日したのだった。彼らが研究しているアマデウスと呼ばれるシステムが、やがて自身を再び陰謀の箱はびこる世界へと導くことになるとは、この時岡部はまだ知らなかった。そう、そこに彼女は今もいる。なるほどですね。感じなんですかね。ちょっとわかんないですけど、ちょっと楽しみですね。操作方法とかちょっと後で見ましょう。毎週かわいいですね。僕クリスマユシ派です。だいたいみんなクリス派なんですけど、いいっすね、新キャラ。新キャラロリロリしてますね。あー、でも、クリスとタミですね。なるほど、なるほど。いいっすね。あー、いいっすね。やっぱ、マユシは。マユシ、かわいいっすね。これ、シーンかかり、2036年において、前売りに養子として育てられた少女。戦争で両親を亡くして、タイムトラベルし、途中ではぐれてしまう。これクリスと関係ないですよね。タイムトラベルし、途中ではぐれてしまう。このシナカガリっていう養子の子が、まあ、スズハと一緒にタイムトラベルして、
そこではぐれて、はぐれて、でそこで生活することになって、でこの子がクリスだったみたいなオチじゃないですよね。違いますよね。ちょっと今想像したんですけど、まさか。はいはいはい。ああいいですね、ダル。ああダルの奥さんですね。スズ、はいはい。でモエカ、ブンカ。ああいいですね、フェイリス。フェイリスさん可愛いですね、やっぱり。はい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 、なるほど。なるほどっすね。あーなるほどっすね。アニメに出てたキャラがほとんど出てくる感じですね。ミスターブラウンとかどうなんですかね。あとナエちゃんとか、まあまあ出てこないんですかね。よし、じゃあ、そうですね、もう10分ぐらい経っちゃったんですけど、じゃあ始めていきます。ゲーム実況ってことですけど、まあプレイ動画になると思います。前作のやつですね。まあ、助けれなかったとこですかね。あ、アニメではこれ成功したんですけど。今何年になってました。ハッチが開かれた。まばゆい光が俺の目に飛び込んでくる。ここはどこだ。目を細めてみる。かろうじて見えたのは夏の夕焼け空。なんかオカリンっぽいですね。ちょっと中二病入ったみたいなセリフが。ここから出たくなかった。このまま消えてしまいたかった。あ、違いますかね。それなのに強引に腕をつかまれて、俺はそこから引きずり出された。うお、もう帰ってきた。お、まだ一分も経ってないのに。はい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 、あの失敗したとこですね。アニメでは1回失敗して、その後成功、2回目で成功という感じだったんですけど、これどういうことですかね。2回目ですかね、それとも1回目で絶望して諦めたって感じですかね。おかりん、あーかわいい。いつものあだ名を呼ばれてもそれに反応する気力もなく、俺はほとんど倒れ込みそうになりながらその場にうずくまった。おかりん、駆け寄ってきたまゆりが心配そうに顔を覗き込んでくる。けれど今はそんな気遣いすら鬱陶しい。俺なんかに話しかけないでくれ。一人にしてくれ。ちょ、オカリン血まみれちゃん、どうしたん。懐かしいですね、なんか。誰懐かしい。父さん、タオルと水、あと服も、今すぐ手に入れてきて。スーツ派だったかな。スザーですね。どういうことか説明プリーズ。いいから早く。わかった。お、ダルがベルナイへ続くドアへ駆け込んでいった。オカリン大丈夫。しっかりして、死なないで。大丈夫、怪我してるわけじゃないよ。よせ。俺なんかに構うな。放っておいてくれ。俺は彼女を助けられなかった。それどころか彼女の命をこの手で奪ったんだ。3週間前のこの場所で俺が殺した。俺は人殺しなんだ。無駄だったんだ。何をやっても無駄だ。
全部決まってしまっていることなんだよ。同じだ。真由里の時と同じなんだ。どれだけもがいたって結果は同じになる。タイムリープだろうとタイムトラベルだろうと過去に遡って結果をねじ曲げることはできない。そんな残酷な現実を分かっていたはずなのに、一番きつい形で改めて実感させられるなんてな。無駄だよ。無駄なんだ。何もかも無駄なんだよ。俺はやっぱりクリスを助けられないんだ。こうなるって予想してたんだ。もう疲れた。ずっと休んでないんだ。だからもういいよ。おかりん、一体何が。俺が殺してしまった。バカみたいだ。全部俺のせいだ。マキセ・クリスをさ、刺し殺しちゃったんだ。殺した？嘘、そんな。でも安心して、まだもう一回分タイムトラベルはできる。ほっといてくれ。俺のことなんか何度やったって結果は同じだ。なるほど、1回目ですね。クリスのお父さんがクリスを殺すんですけど、それを助けようとして、クリスのお父さんに向かっていくところにクリスが出てきて、ナイフを刺してしまった。でクリスを自分で殺してしまった。で帰ってきて、でアニメだったらここからもう一回行くんですけど、まあ、これでもう絶望してしまって行かなかったっていう世界線ですね。何言ってんの。諦めるつもり。オカリンおじさんの肩には何十億っていう人の命がかかってるんだよ。オカリンおじさんってたった一回の失敗が何だって言うんだ。クリスはどうやったって助けられない。世界線の収束には逆らえない。それが世界の真理なんだ。とっくに分かりきっていたことなんだ。こうなったらビンタしてでも気合い入れ直して。ダメだよ、マリジンするのは良くないよ。声かわいい。やばいっすね。やばいし、やっぱ怖いっすね。こんなボロボロになってるオカリン見てられないもん。でもさ、このままじゃ未来を変えられない。どうして未来のことをオカリン一人に押し付けるの。優しい。そんなの重すぎるよ。オカリンおじさんには
世界の観測者としての能力があるからだよ。オカリンが望んだわけじゃないのに。それにもう一度やったってまたオカリンが傷つくだけだって思うな。未来のことを人一人で変えようなんてきっと無理なんだよ。だからそのためのシュタインズゲートで、気持ちはわかるよ。でもさ、私も未来をかけてここまで来てるんだよね。どっちにしろ2036年には戻れないんだ。そう簡単に諦めるつもりはないから。オカリン王子さん、一つだけ忠告しとく。このタイムマシンに残されてる燃料は有限なの。さっきは往復2回分しか残ってないって言ったけど、実はまだそれなりに余裕はある。それでも移動できる時間はおよそ344日分。片道のタイムトラベルだとしても、今から1年と経たないうちに7月28日には届かなくなる。覚えといて。その日になったらさ、私はたとえ一人でも飛ぶよ。何も聞きたくない。今は泥のように眠りたい。いいだろう。もう解放してくれ。オカリン、オカリンね、オカリン、もう頑張らなくてもいいからね。泣いてもいいんだよ、オカリン。マユシーはそばにいるからね、オカリン。優しすぎよ。やば。涙が溢れて、何もかも忘れようと決めた。だからその日以来、俺はラボ、未来ガジェット研究所に行くのをやめた。あら、オカリンってあっこに住んでたんじゃなかったっけ。あー、やべ、読めない。直後かな、これ。駅前にそびえ立つ新しい秋葉原のシンボルの一つ、UPX でいいのかな。その4階にあるホールでは、朝から ATF 秋葉原テクノフォーラムのコンベンションの準備が進められていた。国内外の複数の大学や研究施設が連携し、特別なセミナーやシンポジウムが不定期に行われる。俺の通う東京電機大学も産学連携機能の一環として参加しているのだが、関連ゼミの学生たちはこれらのセミナーにおいて指導教員にレポートを提出しなければならない。でないと単位をもらえない。俺はそれに加えて今回のコンベンションでは講演者の一人である井崎准教授の手伝いもすることになっていた。今は教養ロビーに設けられた受付でリストを持ってセミナーに来る学生たちの出欠チェックのために待機しているところだった。まだセミナー開始までは少し時間があるから、
ロビーの人もまばらだ。リストに乗っている学生たちも誰も来てはいない。暇だがひたすらここで待っているしかない。昔の俺なら考えられない勤勉さだが、いざ結婚してアピールしているのは新しくできた人生の目標のため。ビクトル・コンドリア大学、あ、これはクリスの出た大学かな。それが俺の今の目標。伊崎はそこの大学と共同研究をいくつも行っており、人脈も広い。そんな彼の助手を務めて働くことが目標に近づく第一歩なんじゃないかと足りない頭で考えたわけだ。めっちゃ真面目になっとる。それに今回のコンベンションでは夏に引き続きビクトル・コンドリア大学のセミナーが開かれる予定になっている。それにも当然ながら関心があった。夏か。あの時の彼女の姿が脳裏に蘇る。ビクトル・コンドリア大学を目指すのは、マキセ・クリスのやろうとしていたことを学んで自分が引き継いでみたいと思ったからだ。もちろん俺はクリスのような天才じゃない。だから彼女の研修全てを引き継ぎたいなんて身の程知らずなことは言わない。あら、これ大学行くのかな。それでもせめて1割程度でも俺に何かできたら。我ながらよくここまで立ち直ったもんだよな。そう思って苦笑したとき、ロビーに声が響いた。ちょっと、そこの方。ロリロリしてるって思ってたんですけど、そこまで可愛くなかったですね。時間を上げるとエレベーターホールからこちらに向かってやってくる一人の少女の姿が見えた。やっぱ眉しいですね。背も体格も何もかもとにかく全体的に小さい。思春期を迎えないと現れない女性特有のこれ気色、色気じゃないのかな、気色、ちょっと読み方わかんないが少しは感じられるので、さすがに小学生ということはなさそうだ。中学生ぐらいか。せっかく可愛らしい顔つきをしているのに随分やぼったい女の子だな。ボサボサの髪は背中で適当にまとめた。服装だって俺から見てもセンスが皆無だと一目でわかる。ごめんなさい、スタッフルームってどこかしら。ここは ATF のセミナー会場だけど。多分間違えて入ってきてしまったんだ。そんなの分かっているわ。何度同じ話を繰り返せば気が済むの。いや、今初めて行ったんだけど。あれ、どういうこと。繰り返してるとかじゃないよな。私にとってはあなたで4回目よ、この場所に来てからね。なるほどなるほど、タイムリープとかではないで何回も同じ会話をやってるってことね。あ、やっぱ可愛いですね。今回のコンベンションの招待者に配られているゲストカードだ。表面には名前や所属機関が英語とでプリントしてやる。ビクトル・コンドリア大学、脳科学研究所。目の前の少女とカードと何度も見比べてようやく思い立った。あ、そういうことか。そのカードどこに落ちてたんだ。拾ってくれたん。その話も4回目よ。
それは写真入りの ID カードで、ビクトルコンドリア大学の脳科学研究所のもの。ええ、いつだったか別の世界線のクリスが持っているのを見たことがある。それと同じデザインだ。 ID カードにプリントされた写真は間違いなく目の前の女の子だった。キアジョーマホって読むの覚えにくいな。マホちゃんね、マホちゃん。私の名前キアジョーマホ。漢字でもローマ字でも誰も読めた試しがないから先に言っとくわ。ビクトルコンドリア大学の中学生。寝ぼけるなら夜にして。大学に中学生がいるわけないでしょ。それもそうだな。じゃあ飛び級か。日本と違いアメリカでは飛び級は珍しくない。クリスだって17歳ですでに大学を卒業していたんだ。とはいえこんな幼い女の子がすでに大学の研究員だなんて。一つ確認していいかしら。おう。あなた今少なからず衝撃を受けてるわよね。こんな小さい子が、信じられないかしら。それともこの年齢ですごいの方。あっ図星だ。高校をよく見なさい。21歳。つまり立派な成人女性よ。中学生じゃないのよ。もちろん小学生でも幼稚園児でも。あまり大きくは見えない胸だったが、私は気痩せするの脱ぐとすごいの彼女の言いそうだ。おう。何かしらその顔は。いや、悪かった。謝れば。信じられん。俺より年上とは。ダルに紹介したら、合法ロリ来たこれなどと興奮して手がつけられなくなりそうだ。まあいいわ。世界中どこへ行っても同じ目に遭って。ダルのモノマネしようと思ったら全然似てない。できない、できない。うん、そうだろうな。何か言った？あ、いや、別に。クリスが所属していたところじゃないか。ということは、この子じゃなくて、この人はクリスのことを知っているのかもしれないのか。いろいろと聞いてみたい衝動をぐっと抑え込んだ。セミナーの進行が記されているリーフレットを見返してみる。ビクトルコンドリア大学の講演は今日のコンベンションの最後で、いわば鳥のようなポジションに置かれている。今回はこのヒア城だったかな、ヒア城魔法という人が講演するんだろうか。夏のコンベンションでクリスは、登壇したように。すいません、ちょっと無知で漢字が読めなくて。いや待て、違う、そうじゃない、そんな事実はない。マキセ・クリスは夏に講演なんてしていないんだ。あれはアルファ世界線での出来事なんだから。今俺がいるこの世界線では彼女は夏のコンベンションの前に。君が今日は登壇は？あ、登壇でよかったですね。いいえ、私は助手として来たの。あと通訳も兼ねてね。
ヒアジョーさん、マホちゃんも声かわいいですね。これ誰の声だったかな、なんか聞いたことあるな。ちょっと後から調べて。そう言われて改めてリーフレットを見ると、講師のラインはという名前が載っていた。アレクシスレッツ記念。いやちょっと滑舌悪いからこの名前しんどいな、出てこないんだろう。アレクシスレッツ記念。肩書きはビクトルコンドリア大学教授、脳科学研究所主任研究。テーマは人工知能革命か。うん、面白そうだな。時間があったらぜひ聞いてみてほしいわね。そうするよ。あ、スタッフルームだってな。エレベーターホールまで先導してヒラジョン魔法にスタッフルームの場所を指し示した。ありがとう。それ以上は彼女につきまとう理由はない。俺も会釈を返し、その場から。ダメだ、全く読めない。なんだこれ、かかと、かかとじゃないの。ちょっとパスね。その時ちょうどエレベーターの扉が開いて、中から女が一人降りてきた。その女の顔を認めた瞬間、俺の全身の毛がゾワリと逆立った。え、誰だろう。クリスは死んでるし、スズハ、いや、新しい人かな。あれ、こいつの名前なんだっけ。なんとかなんとかフィンガーっていう、シャイニングフィンガーみたいなあだ名はオカリンがつけてたんだけど、なんだっけね、なんかね、下の名前はちょっとなんか当て字みたいな感じで読みづらかったんだよね。キリュウモエカだ、モエカだ、はい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 、思い出した。あー、名前出てこないんだ。キリュウモエカ、あ、そう、下のカがちょっと読めなくて、モエカね、はいはい。危うく叫びそうになり、必死になって自分を制する。落ち着け、ここはベータ世界線だ。あー、そっか、合ってないのか。あ、で、アニメの時はクリスを助けた後にミスターブラウンのところ、ラボの下でバイトをしだすんだけど、それもしてないってこと。全く今は関わりがないってことね。で、確かラウンダーだったよね。マユリは生きてる。モエカはマユリを殺さない。その前作とかアニメでは、モエカがラウンダーで、ラボを襲いに来てマユリを毎回殺す。まあ、モエカが毎回殺すわけじゃないけど、最初殺しに来るって感じかな。目があった。メガネの奥の瞳は相変わらず正気がなく、何を考えているのか読み取りづらい。俺は悟られないように必死に視線をそらした。モエカは首をかしげるような仕草をしたが、すぐに俺への興味など全く失って、ヒアジョー魔法のそばへと寄っていった。おお、
雑誌社の方でしたよね。お約束通り主催は相変わらずというか、この世界線でもというか、萌香はボソボソと聞き取りにくい声でしか喋らない。レスキネン教授はまだなんです。少しお待たせしてしまいますけど。はい、それまで私でよければシステムの概要でも。お願いします。二人はそこまで話すと連れ立ってスタッフルームの方へと消えていった。萌香はまあすごい喋るのが苦手だけど、メールだとグイグイ来る感じだったと思う。俺は二人の背中を見送ると大きく深呼吸する。落ち着こうとしても動機はなかなか収まらない。桐生萌香、もしかしてまたお前なのか。心の傷にざらりと触っていくような嫌な感覚。秋葉原を通る路線がテロ予告によって全て止まったあの夜。ああ、マユリが殺される時ね。まるで暗雲のように不吉な予感に包まれたあの時のように。ここでもまたお前が。エロいな。それともそれはただの思い過ごしで、今の萌香はセルンのラウンダーでも何でもなくただの雑誌記者なんだろうか。いや、仮に桐生萌香がラウンダーだったとしても、俺たちはもうセルンとは関係がないんだ。セルンが俺たちをマークしていることはない。さらに大きく深呼吸をしてから、ポケットから精神安定剤をつかみ出し、あらかじめ買っておいたミネラルウォーターと一緒に胃に流し込んだ。効き目が現れてくるまでに約15分。それまでが結構辛いんだよな。あー、もうやっぱりクリスのことで精神が結構やられてる感じなのかな。少し恥ずかしげに笑いながら受付の椅子にぐったりと腰を下ろした。受付のテーブルにはセミナー参加者に配るリーフレットやパンフレット、折り込み資料などが積み上げられていた。パンフレットの表紙についつい目がいってしまう。はい、今多分クイックセーブみたいな感じで多分セーブされたのかな。まあ、ちょっとキリがいいところで今回は終わりたいと思います。ちょっと滑舌が悪いので、カミカミ、そして漢字が読めない、まあ、などなどありましたが、ちょっと聞きづらくて申し訳ございません。また続きをまた近いうちにやっていきますので、まあ、よければ見てください。では終わります。ありがとうございます。